実況ファンキーズゲイ、どうもファンキーズのケンシロウです。エルピーです。ドラクエウォーク仲間モンスターシャドウサタン取扱い説明書、さあ唐突に始まってしまいました。毎週火曜日のお楽しみドラクエウォーク動画のお時間です。シャドウサタンね、先週もシャドウサタン出てきたけど、今度はヘルクラウダーと比較していくぞ、ね、シャドウサタン目線で語っていく。シャドウサタン目線ね、うん、逆目線、これも面白い。だからね、前回の動画とセットで見れば本当に使い分けが理解できると思う、うん、この動画見た後にヘルクラウダーの動画ももう一度見てほしいと。もう一回見てほしいわ、これセットですから ね、セットセットだね、うん、あ確かに。この動画を最後まで見てもらえればシャドウサタンについて、1、現環境での強さ、2、育て方使い方、3、将来性込みの性格スキル別ランキング、そして4、ヘルクラウダーとの違いが分かります。これね、前回のね動画から入ったこの同じような属性のモンスターと比べるみたいなね、楽しんでもらいたいね。実際ね、うん、これね、性格とかスキルとかで結構悩んでる人ね多いと思うんだよね。そうだよね、そうだよね、この動画で判断してもらえればと思います。早速本編いきましょう。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録お願いします。まずはステータス紹介。ヒットポイントはまあちょうど1000ぐらい。まあ普通だけど、普通ね、うん。はい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 。ただこいつ避けるから、シャドウステップで。ああ、そうかそうかそうか。そう。ヘルクラウダーと差があるのは守備。守備ね。うん。はいはいはい。ヘルクラウダーは守備が高かった。だけど、シャドウサタンは低い。耐久はペラペラというかね。ちょっとマイナスだよね。これヘルクラウダーと比べると。うん、ただ、避けるから。そっかそっかそっか。そうそうそう。そこでトントンぐらいかな。なので、トントンぐらいかな。そう。まあ好き嫌い。好みかな。好みね。うん。はいはいはい。で、続いて素早さ。素早さは、ライオンとか魔王の使いより少し上にいて先制できる素早さなんだけど、やっぱりねヘルクラウダーと比べるとワンランク遅い。そうだよね、王ぐらいでも遅いって言ってたもんね。そう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 、具体的にはそのヘルクラウダーの一番遅い王ぐらいでもシャドウサタンの一匹狼と同じぐらい、いやちょっとヘルクラウダーの方が早いぐらい。なるほどね、まあそうなるとまあ素早さはもうヘルクラウダーだな。そうだね、そうだね、だから安定して先制できるのはヘルクラウダーの方が軍配って感じだな。そうだね。で攻撃魔力はまあまあまあ高い、普通に魔法アタッカーとしては普通の高めに設定されてるって感じ、はいはいはい、で続いてスキル分岐なんだけど、まずレベル30でライデインかドルクマのどっちかを覚える。でもここいきなりもうちょっと結構緊張までいかないけど、いちょっと気になる点ではあるよね。いや、うん、大事だよ、緊張で大事だよね、うん、緊張でいいの、緊張でいい、はいはいはい、まあ、ライデインが当たりです。まあね、ドルクマはね、あのまずねギガンテスに刺さんないし、まあ別に言うでもドルクマだからさ、まあデスタムーアにも刺さんだよね、うん、で続いてレベル50、まあこっちもさらに大事で、ギガデインかヒャダルコ強なんだよ、うん、いやここねめちゃめちゃ大事なイメージな、いやめちゃめちゃ大事だね、うん、まあ当然ギガデインが当たりですと、うん、そうだよね、まあ、A スキルだからね、威力が全然違うから、うん、イメージこっちの方が大事すぎてライデインは外してもいいかなぐらいにちょっと思っちゃったのさっき、だからこっちが大事すぎてね。いやわかるわかるわかる、ギガデイン正直ギガデインがあれば30レベルはどっちでもいいかな、うん、あまあまあそうね、うん、ギガデイン外しちゃった時にライデインがいいっていうね、もちろん欲張ってどっちもがいいんだけどさ、まあ、どっちもは最高だな、最高だよね、うんうん、まあその辺は詳しく後で話しますよ。そうね、はいはいはい、で続いて現環境での強さ、これは例によってティア表動画見てほしいんだけども、はいはいはい、これ性格によって大きな差がある、 S から B まで、 S から B ね、だいぶ落差あるね。これヘルクラウダーもなんか S から B ぐらいあったのかな、あった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 よね、うん、でまあ S から B って言ったんだけど、一応後ほど性格のランキングを出した時に厳選終了ライン、いつも紹介してるんだよね、はい、いつもね、うん、はいはい、そうですね、そこがこの S と B の真ん中と思ってもらえばいいと思う。なるほどね、まあ、つまり A だね、そうね、そんぐらいのイメージです、はいはいはい、楽しみにしてますランキング、はい、続いては耐性紹介する。まずシャドウサタンはデインとヒャドが超耐性、ドルマも耐性。おー、なんかここ結構違ったイメージあるね。ここはね結構違うよ、結構違う。まずねヘルクラはねドルマとヒャドが逆に弱点だから、デインが超耐性のだけは一緒なんだよね、うんうんうん、デインに強いっていうのはもう共通項なんだけど、ドルマとヒャドはまず逆ね、うん、ここが大きな違い点だよね、なんか2体の。そうだね、ヒャド打ってくるやつ、ドルマ打ってくるやつってイメージ湧くよね、竜王とか。そうだね、バルボロスとか、うん、その竜王バルボロスあたりにはやっぱりシャドウサタンの方が強く出れるよねっていうイメージ。そうだね、そうだね、うん、そこは大きいな。で一方で弱点はまずバギが超弱点で、はい、あとギラとジバリアも弱点。これはイメージ、その今ってバギって環境ではないよね。まあ環境ではないね、正直ね。そこが超弱点っていうのはまだ助かってる方なのかな。あ、そうそうそう、こいつはだから結構今のところ耐性は優遇されてるというか、環境が追い風の点だよね。そうだよね、ただ、うん、ドラゴスライム
ムの防腐バズカにはまあやられるよね、うん、ああそっかそっか、うん、確かにそうだね。あとたまに覚えてるやつにすり抜けで一撃必殺食らう時ある。ああ確かにそうです、うん、ただそうまあまあ、ね、まあまあ頻度としては少ないから恵まれてるよね。そうだね。だとギラとジバリアだからもう完全にやっぱギラパンに弱いんだよ、うん、そうかそうそう両方だよね。ギラパンジバパンね。そうそう両方弱いと。ああそうね、うん、ちなみにギラの弱点はヘルクラウだと共通してるけどジバリアはヘルクラは逆に強いんだよね。あじゃあギラパンに関しては両方にいけると。ギラパンは両方いける相手として見るとね。あ相手としてみると、うん、ただジバパンはヘルクラにはいけませんと。で一方でシャドウサタンはもうイチコロです、うん、なるほどなるほど、うん、続いては成長。これはねヘルクラの時は軒並みラインナップがいいって紹介したんだけど、うん、うん、そうだったね。これはねヘルクラと違って当たり外れめっちゃ大きい。おおそうなのか、うん、はいはいはい。まず大当たりはデイン呪文ね。まあこいつは基本的にデインだから、ね、デインで攻めるからね。そうね、うん、うん、これね、デイン呪文が育てば大当たり。次に攻撃魔力とシャド耐性、うん、まあこのあたりは無駄にはなんないかな、うん、いや全然なんならまだ持ってないよ俺からしたら全然欲しいかなって思うラインだね。ああそうだよね。抽出でもこれつら価値あるよね、うん、特にシャド耐性、うん、特にシャド耐性、まあ、ね自分がつくって意味ではいらないのかもしれないけどね、その抜くって意味では欲しいかな、うんうん、欲しいしね、うん、一応無駄にはなんない。しかもね攻撃魔力もね、うん、威力上がるし、はいはいはい、シャドも結構飛んでくる環境になってきたから。ただ一方でターン MP 回復と対マシン系、まあ、これは大外れだよね、はいはい、そうだよね。え確かに聞いただけでわかる外れっていうのが、うん、まあまあ MP 回復はまずいらないじゃん、切れないから。そうだね、うん、でさマシン系ってまあキラーマシン、キラーマシン、ね、ぐらいかな、うん、そもそも仮にキラーマシンでさ、まあ、まあヒートスライサーにちょっと強くなるとかそういうレベルだけど、うん、氷結乱撃だともうさ、うん、そもそも効かないから、うん、あそうだね、なんなら刃だけが飛んでくるぐらいの、うん、って考えるとだいぶマシン耐性無駄だよね。限られるね、だいぶその耐性が発動する場面で、うん、ちなみにケンシロウのシャドウサタンは対マシンエースです、うん、なるほど。ちなみに LP のシャドウサタンの蝶の一匹狼は、ターン MP 回復が一番育っております。おめでとうございます。俺ら引き弱じゃねえかよ。引き弱だよ、うん、クソショックだったもん。そうか蝶の一匹ね。で後でランキングマジ楽しみだね。そうそうそう、そこはね、まあ、ランキングに入ってないかもしれないけど蝶のラインは後から教えてほしい。それは後で話すわ。お願いします。で続いては得意な相手苦手な相手紹介していく。得意な相手は、はいはい、まあ、デインアタッカーでドルマが効かないから、うん、竜王ね、はいはいはい、これ代表、竜王に強く出れますと、はいはいはい、これ流行ってるから。であとはデイン弱点のアームライオンやキラーマシン、まあ、アームライオンにはそもそも先制もできるし、キラーマシンはキラーマシンの方が早いんだけど、さっき言った刃砕きとか打ってくるから全然大丈夫。あ、はいはいはい、なるほど、ね、マシン耐性育ってるんで、まあ、育ってなくても大丈夫です。あとは一応ねここ挙げときたいのはバルボロス。バルボロスね、バルボロスはデインは通んないんだけど、はいはいはい、やっぱりねシャドウに強いっていうのがこのシャドウサタンの強みであるっていうのと、うん、一応ねこいつね寝にくいんだよね。無効ではないんだけど。そうなのね、うん、他のキャラよりは寝にくいから甘い息にもある程度耐性がありますということで、耐性があると。今ねなかなかバルボロス環境でバルボロス対策難しいって言われてる中では、一応ねトントン以上では出せるかなっていうイメージだから、まあここはやっぱりヘルクラが苦手な相手が入ってくる感じ、ね、そうねそうね。竜王とバルボロスはヘルクラウダーの時は苦手って紹介したからね、うん、そうだよね。シャド弱点だし、うん、ドルマ弱点だしって言ってここが差だね。そうだね、大きい差だね、うん、そうだね。で一方で苦手な相手はまずキラーパンサー、うん、まあさっき言ったね、はいはい、ジバパンに葬りされる、うん、そうね、うん、まず挙げられるキラーパンサーには出したくないなっていう、うん、であとはシルバーデビル、これ先制されるしイオナズンが普通に通っちゃうからがっつり食らう、うん、あそうかそうかそうか、確かにね。耐性としては当倍なんだけど、あいつ攻撃魔力がめちゃめちゃ高いし、うん、あはいはいはい、シャドウサタン避けれないからさ呪文は。あなるほどね、うん、だからそのシャドウステップの期待値もないから普通に柔らかく解けるっていう。なるほどなるほど、うん、で極めつけはデインがあいつ通らないからぶつけてもあいつ2ターン3ターン動かしちゃうんだよね。シャドウサタンぶつけちゃうと。そうか、それ苦手だ完全に。まあこれね、うん、キラーパンサーにも言えるし、もう一体苦手な相手で紹介しようと思ってるドラゴスライム、これにも言える、うん、先制されちゃうしデイン通らないし、かつ相手は避けれない、うん、今度はブレス打ってくるっていうね。だからまあデイン通らなくて早い相手が、まあ、苦手だと。そうそう、しかも呪文とブレス避けれない技打ってくるともう最高に、はいはいはい、そうね。しかもまあドラゴスライムは暴風バズーカも3
すり抜けてきますと。ああそうかそうかそうか、うん、めっちゃ苦手やん。めっちゃ苦手。あともう一体あげるとしたら魔王の使い、まあこれも今流行ってるけど、はいはいはい、デインが全く通んないと、ね、でかつイオナズン打たれるとやっぱ痛いし、あとね激しく切りつけるもね、うん、痛くて、まず守備力が弱いからハゲ切り食らうとめっちゃ食らうんだけど、うん、こいつさせっかく避けるのにやっぱ4発打たれるとさすがに避けきれないのよ。そうだな。そう、それはそうだ。大体 2,3 発食らって致命傷みたいな。 2,3 発でも致命傷になるんだ。なるなるなる。まあでもそうか、そうだね、うん、3発なんか結局一緒だよね。そうだ、やっぱねデイン通なくて打点があるやつは苦手ですということで、うん、まあでも逆にね苦手なやつと得意なやつが結構はっきりしてるから使い分けしやすいキャラクターかなと。まあまあそうだね、うん、はいはいはい。続いてはおすすめ継承紹介していく。これはさっきも紹介した持ちスキルによってだいぶ変わってくるんだけど、うん、はいはいはい。まずは神個体を引けた人、ギガデイン、ライデイン両方持ってる二刀流だった人、基本系は聖なる雷つけてデイン染めがやっぱり一番王道。そうそう、デイン染めでね一番強いと、うん、ただ両方持っているといわゆる全体と単体が揃ってるっていう状態だから、プラスアルファでデイン以外を味付けすることができるんだよね。唯一許されたと言っても過言ではない、ね、だから単体のデインを若干落としてでももうワン属性技をプラスしたいみたいな。イエス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 。確かにね、まあ、そういう意味ではメラゾーマとか、うん、双玉の水域とか単体をもう一個つけて二刀流にして、うん、単体をもう一個つけるって案もあるのか、うん、っていうスタイルもありだし、ライデインをデインで上乗せするんじゃなくて違う属性の二刀流にさせるっていうね。面白いねそれは、うん、あとはケンシロウ的にはやっぱりねちょっとバルボロスに苦手意識がありすぎるから、うん、バルボロスに強く出れるこいつに打点を持たせるイオナズンとかも面白いと思ってる。あなるほどね。デインとイオで通る方打ってもらうみたいなね。ただこれ ね、まあ、ね盛り方は難しいけどね。確かに盛り方むずいね。基本型だとしたらデイン盛りみたいな感じのイメージは湧くけど、うん、まあどっちみちデイン盛りが強いとは思うけどな。ライデインでも十分威力出るからね。ああまあまあ確かにね。続いてギガデインのみ持ってた場合、うん、これでもねもう十分大当たりで、これは聖なる雷一択ね、はいはいはい、もうデイン染め一択、まあね、デイン染め一択、はいはい、でもねこれがシャドウサタンの本領だから、うん、ギガデインに雷一つけるっていう王道、もう王道中の王道。ね、さっきのはまあおまけみたいなもんで、結果ギガデイン持ってたら勝ちみたいなところ、もうギガデイン持ってたら勝ちです、まあ、そうよね、うん、しかもまあ性格もさ中途半端な性格とかだったらもうねさっきみたいに味付けとか関係なくデインで染めた方が強いから、うん、まあまあまあそうだよね。確かに変な使い方を色気出さずに王道で仕上げるのがやっぱ強い、うんうん、まああとは聖なる雷を何個持ってるかですね。皆さんピーサーたくさん持ってるからポジショントークいくね。私はね、はい、たくさんあるので、ね、たくさん付けれます。なんであんな抜けんだろうね。ケンシロウより持ってるよね。あまあどうなんだろう、3つ目ぐらいかな今、うん、3つ目ケンシロウ2つです、うん、抜けすぎ唯一買ってる唯一買ってる玉かもね本当に。で続いてはライデインだけあったパターン、これも原則ギガデインのデイン染め、まあまあまあライデインしょうがない、うん、これはね、うん、しょうがないしょうがないね、うん、ケンシロウのパターンはまさにこれなんですけど、これはしょうがないと割り切ってギガデインつけてデイン盛りだね。まあ、実際別にライデインの火力が別に低いわけじゃないからね、うん、せんなり雷をつけたいのは確かにあるけどライデインで十分ですよね個体的にはって話ですよね。まあデインをねモリモリに盛れば、うん、そうね。で最後がデインスキルなしだったパターン、ドルクマヒャダルコだったパターンね。これなえるパターンだな、これはなえるパターンだよな。でも使えるは使えるのかな。でもかなり厳しいと思うけど、まあこれはねこの次の性格ランキングの時に話すけど、まあただ全体がヒャダルコになっちゃうから、うん、ヒャダルコ強とか、うん、まあ双玉の水撃をつけてヒャドモリが唯一の生き残る道かなっていう感じかな。はいはいはい、確かにね。でここまでがスキルの話で、はいはい、続いては赤玉なんだけど、基本はもう散々繰り返してきた通りデイン呪文2つ、はい、もうこれがね王道、ね、王道タイプ、はいはい、ただ遅い性格、例えば大ぐらいとか力自慢とか遅い性格を使おうとした時は、遅いと1個下のスピードに魔王の使いとライオンっていうこうメジャーなモンスターが2種類もいるから、そこに負ける恐れがある、抜かれると痛いから、もうねこれはね、はい、やむを得ずデイン呪文1つと素早さ1つにするべきだと思う。おお、なるほど。で最後特殊型でさっきデイン以外をつけるパターンってちょっと紹介した時はそっちの属性玉に置き換えもまあかっていう感じかな、うん、まあただデインで染めた方が強いよ、ね、でもそうなると大ぐらい力自慢あたりにねイオとかつけれないよな、まあそうね、デインが1個盛りたいとか思うと、うんうん、まあ大ぐらいと力自慢、うん、デイン染めの方がいいな。まあそうだよね。で続いて水色玉、これねまず1個目は素早さ限耐性、うんうんうん、これはねマジでおすすめで、まあ、できれば S で無効がいいんだけど、はい、正直 S ねえよっていう人は A でも B でもいいから1個はつけとくべきだと思ってる。あ、まあ、B でもいいなら確かにハードルはだいぶ下がるけど
ど、まあ S。まあ高ければ高いほどいいよ、もちろん S。あ、そうだよね。うん。まあ、これなぜかっていうと、まず相手に竜王、これ想定してるんだね、うん、得意な相手として、はいはいはい、レインだから。そうね。で、竜王に出すときに、当然いきなり闇の波動で素早さ下げられますと。おう。で、とても弱いなんだよね、もともととても弱いだから、もうほぼ下がるんだよね。この状況で、さっき言った繰り返しなんだけど、ライオンと魔王の使いっていう、うん、竜王とセットでよく出てくるやつら。はいはいはい。と、先行後攻が逆転しちゃうんだよ。おお、それは困る。そう。それは困るな。だから、竜王のためじゃなくて、竜王の横にいるライオンか魔王の使いのために、スバゲンって必須なんだよね。いやー、それは必須だな、確かに。うん、素早さね、大事で、ここ先行と後攻が逆転すると、これライオンはクリムゾンバードのすり抜けで一撃で来るし、魔王の使いも単体のイオマータ直撃でもう大ダメージだし、激しく切りつけるも大ダメージだから、とにかくね、こいつらは先制されるとワンパンされるリスクがあるから、絶対先行したいんだよね。まあ、得意な相手が竜王である限り、竜王相手に出さないっていうのはないもんね。ないね。そうすると必然的にとても弱いの素早さ弦が、開幕でかかるってことになるんだよ。そうだよね。そう、これはね、絶対防ぎたいから、もう S がなくてもつけるべき。ケンシロウね、もうしばらく A で戦ってました、これ。うん、ってことは、最近抜けたってことですかね。S ね、抜けて S に付け替えた。ちょうどね、直近の大会でね、なるほど。S で挑めたんですけど、A つけてました。で、もう一つは、一応自由度、ある程度当てる相手によってあるんだけど、おすすめは、イオ耐性。イオ耐性ね。やっぱり、ね、一番飛んでくるから、イオって呪文で飛んでくるイオナズンが結構多いんだよね。猿とかヘルバトラーとかから飛んでくると。はいはいはい。でこれ強くしておくと、やっぱね、生き残る率がね、だいぶ上がると思ってる。だいたいイオ打ってくるやつって、デインかイオどっちか分かんないパターンって、まず猿なんだけどさ。ああ、そうかそうかそうか。多くて。デインだったら強気に出せるのに、イオだと強気に出せないっていうのがちょっともったいない感があるんでね。で、イオとデインだったらどっちでも出せるだとやっぱ強く出せる。呪文相手にね。だからおすすめです。イオ対戦ねまあ、あとはギラ、ギラとかもね、なくはないかな。ベギラゴンとか、ベギラマを。まあ、当てる相手によって変更可能ってことだね。まあ、そう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 。スバゲンは必須だと思ってるんだけど。そうだね。そこが必須でってことですね。うん、はい。では最後、お楽しみの将来性込み、はい、性格、スキル別ランキングいきます。まずは、第10位から。第10位は、一匹狼以外の、かつ、デインスキルがないパターン。まあ、これはまあ、大外れだよね。だから、あれか、ドルクマのヒャダル故郷ってやつか。そう、ドルクマヒャダル故郷。と、あ、じゃあ、と、と、まだいる。頭脳、むっつり、切れ者。これは、デインスキルがあっても、10位。そうなんだ。喜べねえな、じゃあデインスキルがあっても3つプラス1匹狼以外のデインスキルなしがここで10位で出ちゃうってことは結構外れ多いね。半分まではいかないと思うけど、まあかなり一定割合ね、10位だな。そうだね。これがね、厳選がきついと言われてるゆえんで。いや、きついね、それは。まずデインスキルがない1匹狼以外は、まあ基本的にもう火力がヒャダルコじゃちょっともう心もとなすぎるっていう。はいはいはい、はい、ヒャダルコ強じゃね。でさらに頭脳むっつり切れ者、すなわち弱化をたくさん打っちゃう性格。これはね、呪いなんだよ。呪いってるね。いや、呪いてってなるな、確かに、うん、でしかも B スキルしかつけられないから、はいはいはい、半分にできたとしても半もう半分も B かみたいな。これはかなりきつい。ティア表の B ランクと言われるものたちですよ。ケンシロウもここのねデインスキルあり結構引きましたけど、まあきつい、うん、でもこれって例えば一匹狼の2番手の性格のキャドにした水撃か、水撃つけたやつでもやっぱりダメなんだ。そうなると今現状はダメだと思う、正直。あ、なるほどね。まあ、ヒャダルコ自体がかなり火力ね、ちょっとマイルドなんだよね、正直ね。そうだよね、うん、マヒャドみたいな激しいダメージ出ないから。うん、そうだよね。なんかここいる吹雪って感じ、わかる？あ、いや、わかるわかる。イメージね、ちょっと撫でてる感じ、みんなを。そうね、これはね、10位。確かにきついな、心を入れてですね。で続いて第9位、抜け目がないと力自慢のライデイン個体。あ、ここでも2つ出ちゃうか、デインスキルがあっても。うん、出ちゃうな。当然まだ全然厳選ダメですよね、この辺だと。継続ですね。そうだよね、やっぱこの辺も弱化を結構打っちゃう。さっきの3つよりは少ないけど、まあ、若干打っちゃうな、うん、なるほど。それは確かに9位ですわ前回ね、これ抜け目使ったんだけどね、まあきつかったわ。強い個体引くまでは抜け目だったってことか。抜け目だった、まあ、実際きつかったですね。あ、なるほど。続いて第8位、さっきと同じく抜け目と力のギガデイン個体と一匹狼のデインがなかったパターン、ドルクマヒャダルコ
5台。ここに入っちゃうんだ、1匹狼でも入っちゃうな。でもそうなるとさっきやっぱおすすめの継承として水撃をしてたと思うんだけど、うんうん、つけるならここ、うん、でもやっぱここでもやっぱ厳しい感じか。そうなるとそうね、なんかね、よっぽどなヒャド環境が来たらここだけセーフって言いたいところなんだけど、うん、現状だとまだそこまでではないから8位はまだ厳選継続です。1匹狼引けても、はいはいはい、珍しいね、1匹狼引けても厳選継続っていうのって他の個体だとなかなかなかったよね。 やっぱ一番弱い見合わせを引いても6位5位とかで収まっててなんとか使えますみたいな感じだったけどね。わかるわかる、うん、シャドウソタンス ねきついと思う。なるほど。実際ねこれね引けた時にスキル見るのって震えるじゃん、うん、まあ、むちゃ怖いじゃん。じゃあこれ今までで一番震えた指が、あこれ見た時、はいはいはい、もう持ってますみたいなこと言ってるようなもんだけど、一匹狼は、まあ、実際ね画面でちょっと映してんだけど、はい、あーそっかそっかそっか、うん、これね震えてでなんとかライデインだけだったんだけどね、これ一番震えたっていうぐらい下がりかいと思う。そうだよな。うわーこれ引いたらクッソショックだな。いやーかなりきついだろうな。なんか竜王の守盾みたいなショック感だと思う。わかるわかる。しかも一匹狼で8分の1引いてるからな、さらになもっとでかいんじゃないかな、ね、下手したら。あー確かに、うん、ショックを受けたご経験がある方もぜひコメントいただきたい。いやそうねそうね、いるよね多分このショック受けてる人、ファンキーズが慰めます。はい。じゃあ第7位、王ぐらいの雷電個体、うん、ここら辺から外れ行動が減ってくるのかな。イエスイエスイエス。ここはね弱化が 12% になるね、うん、王ぐらいだから。そうね、はいはいはい。まあここで A ランクになって厳選、うん、まあ終了してもいいかなぐらいかな。おーなるほどね。まあでも欲を言えばもう一個ぐらい行きたいけどね。そうね、いや王ぐらい雷電を持ってる方は悩むけど、ケンシロウだったら継続しちゃうかもしれない、うん、っていうぐらい際どい際どいライン。なるほどね、継続だな、継続にしよう。これさちなみにだけど、うん、ヘルクラウダーの王ぐらいライデインを持ってるよね自分は、うん、そこはセーフじゃん。やっぱりそこはちょっとした差はあるのかな、やっぱそうなると。これはねある。シャドウサタンの王ぐらいになっちゃうともうね素早さ1個つけざるを得ないのよ、うん、あそうか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 。ヘルクラウダーだとまだ素早さつけなくて大丈夫なのよ。その差があった、うん、しかもなんか王ぐらいってだけしかも良さが出てるんだっけ、ヘルクラウダーだとしたら。あそうね、ヘルクラウダーだとしたらより良さは出るね、うん、全体をたくさん打つっていう意味で色を変えれるよねって話をしたよね、うん、そういう意味ではシャドウサタンはねよりデイン一色にすべきキャラだから、ヘルクラウダーよりも、うん、なるほど、より一層王ぐらいの素早さ痛いな。やっぱ単純にさ、ね、デイン玉1個分火力がさらに下がるってことだからね、素早さが足りないってことは。そうか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 、うん、絶妙に難しいラインってことだね。じゃあこの辺りはそうそうそう。だからね6位はおせっかいなんだけど、はいはいはい、おせっかいのライデインね、ここは ね、はいはい、ヘルクラウダーとはだから逆にした、素早さがより重要だから、うん、おーなるほどね、うん、はいはいはい、ヘルクラウダーでは ここの順位がね逆だったと思うんだけどね。そうだね、うん、おせっかいのライデインまで引けてたら厳選は、ね、終了かな、うん、ラインここにするわ、ね、ラインが、ほう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 、なるほど。おせっかいだったらまあスバゲンをちゃんとつけてる前提で火力に全部っぱでいいかなっていう、うん、でもこのやっぱおせっかい王ぐらいラインでもやっぱデインスキルなしだともう10位に一気に下がっちゃうと思うとね怖いね。まあそうだな。でもねおせっかいも別に素早さが完全に安心できるラインってわけじゃないから、うん、安定感がなくてやっぱ素早さもう一個盛りたいなって当てる相手によっては感じちゃうことあると思う、うん、はい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 、例えば魔王の使いとライオン両方出てくるパーティーに当てたいとか、うんうんうん、ってなるとどっちかになんかポロッと先制されちゃってんなとかそう感じちゃうと結局王ぐらいと同じで火力不足に陥るから、ここの素早さだったらもうそこ目つぶって火力にちゃんと振ってあげた方が活躍する気がする。ですると第5位は王ぐらいのギガデイン個体。ギガデインですね、うん、はいはいはい、はい、これはイカ槌つけれるからさっきの火力がって言ってた部分がもうイカ槌で補われるから、うん、そうか補えるのね。そうそうそう、はいはい、ライデインの火力がイカ槌でパワーアップするっていう分で補えるから、はいはいはい、これはもう全然大当たり個体として使っていいと思う。なるほどね、うん、はいはい、素早さ1個ねもう盛る前提で。そうだよね、あーそこでやっぱ素早さの枠1個使うのでけえな、うん、聞いてると単体行動がイカ槌つけれて外れになんないっていう時点でね、うん、そうね、まあ確かに火力は十分っていう話だよね、うん、そう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 、はいはい、まあ全体はさ正直さ400食らおうが350食らおうが、まあ、嬉しいからさ、うん、もう、まあ、やっぱり単体の外れ感をできるだけ減らすっていうのが、うん、こっちの方がやっぱ大きい。確かに確かに。4位はおせっかいのギガデイなんだけど、同じく火力は雷電個体よりだいぶ担保されてるから、さっき言ったのが現実味を帯びてこう心配だったら
素早さ1個でもいいかな。またもう火力全ぶっ放した方が強いかな。もうおせっかい糖ぐらいの差がちょっと分かったわ、ここに関してはね。でこっからが天と地の差ですよ。第3位が一匹狼のライデン5体。もうここまで来るともうデイン森でいいのかな。デイン呪文2つみたいな感じなのかな。いやもうデイン2つでいい。デイン2つでいい。460になるから、実質そのライバルのライオンとか魔王の使いの一番素早い個体より余裕持って高いんだよね、うん、30ぐらい高いんだよ。だから乱数で相当引き負けない限りは先生されないっていう状況になる、うん、なるほどね。さっき言ってたおせっかいだとそのライバルたちの一番速い素早さと同じぐらいになっちゃうんだよね、うん、それは確かにきついな。だ一匹狼やっぱり素早いかつ火力も出るし弱化が少ないから、うん、魔法アタッカーやっぱ一匹狼なんだよな、うん、まあそうだね。やっぱでもそうなるとやっぱ基本的にはヘルクラウダーと性格の順位も大体似てるね。似てるね。さっきの王ぐらいがちょっと遅すぎるからっていうところでひっくり返ったぐらい、うん、そうだね、うん、ここねやっぱ一匹狼がね多分この後並ぶんだろうけど、やっぱ一匹狼引いてもさっきもデイスキルなしもそうだったけど一個ずつ緊張するね見ていくの。本当にいやするな、間違いないよな。うん、1個引くだけでこう順位が変わっていくと、うん、1個強いのが引くだけで、まあこれね3位と4位が天と地の差って言ったけど、うん、3位と2位も天と地の差あると思う。一匹狼のギガデイン持ちね、はいはい、ギガデイン持ちね、はいはい、やっぱり一か月かライデインかの差だから、ここも天と地の差がね正直あると思う。またでかい差がある、この2位と3位の差は。で逆にそうだな、1位と2位はねそんなに正直差はないと思うんだけど。ああまあそうかそうか、結局はだから一緒だもんね。結局デイン染めでイカズチが一番強いから、まあ1位はギガデインライデインの二刀流個体が もう当然1位なんだけど、1位と2位の差は少し別属性のあれをつけたりすることができる、選択肢が生まれるっていう。はい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 。だデインでモリモリで使うんだったら2位以上であれば実力はほぼ一緒、うん、1位のデイン成長が悪い個体より2位のデイン成長がいい個体の方が何なら強いとっていうぐらい、まあ基本的にはイカズチつければ強いから2位以上の方はもうバンバン剤です、うん、なるほどね。羨ましいの、これ喋ってるよ喋ってるほどね羨ましい。いや羨ましいよ、引いてみたいな。俺完璧個体じゃないんだけど、ほんと超だとこの1位なんだよね。超だと超の1位個体持ってんのか。ああ超で1位個体持ってる。二刀流、二刀流。ちなみに恒例の超の最高性格だと何位かってやつね、うん、これね話を聞く限り結構自信あるよ。この超は超の一匹狼でギガデイン持ってるパターン 4.5 位ぐらいでいいんじゃないかな。おお、うん、4.5 位ぐらいかな。4位と5位の間ぐらいだと思う。おせっかいのギガデインを引いたら入れ替えるか迷うかとかそういう感じか、成長次第でとかそういうこと。そうね、成長次第のレベルで当然極みのおせっかいの方がちょっとタフなんだよね、その分の差ぐらい。なるほどね。逆に火力は多分ね蝶の一匹の方がちょっと高いぐらい。なるほど、うん、でそういうビサだから、うん、でしかもタフって言ってもこいつ避ける期待値もあるしね。まあそうだよね、うんうん、って考えると、まあ、4.5 位ぐらいだな。うん、狭すぎてこれより上位個体を厳選しに行く気にならないわ。いや蝶の一匹でギガデイン個体が引けてるなら、うん、一旦次のモンスター行っていいよ全然。そうだよね、だって極み引こうと思ったらさ、うん、その一匹のデイン持ちを引くかおせっかいのギガデインでようやく入れ替えるかぐらいって、うん、しかもおせっかいのギガデインだったらいい勝負よ言うたら。だよね、うん、だから一匹狼を引くためだけにっていう厳選はできないな。相当煮詰まってもうほぼ揃って、うん、地図で残りの伸びしろがこいつしかいないぐらいになるまではいいと思う、うん、そうだよね、うん、十分強い。よかった、いい個体で普通に強いと思うよ、デイン染めして。なるほど。ケンシロウは一匹のライディンだったっけ。ライディンだ、3位の個体だね。3位だよね、うん、あだからまだまだ俺のよりは全然強いと。しかもあれだよね、前回のモングラのちょっと前に引いてた子そんなんだったっけ。前々回のちょっと前かな。あ、前々回ね、はいはいはい、羨ましいっすわ。まあ素早さがやっぱりちょっと違うから、うん、まあその分は盛るか盛らないか悩みどこっていうさっきの話がまあ蝶の一匹でも発生するかな。あ、はいはい、うん、あそうだよね、火力に全振りするか素早さ一個つけるかの悩むラインぐらい。まだちょっとね厳選できてないんでね、僕もこの動画を見直しながら考えますわ。継承玉集めの参考にもしてください。そうですね、はい。今回はシャドウサタン取扱説明書をやっていきました。いやー一応ランキングを見てね、やっぱこのモンスターの厳選の難しさと技を見るドキドキ感がねほんと伝わってきました。いやー多分他のモンスターとは違うスリリングな感じをね味わえるよねこれ引いた時ね。そうだねそうだね、30でも50でもどっちでもドキドキするっていうね。いやー両方するな。いやでも超のモンスターの中で最高順位じゃない、うんうん、今までで。そうかもしんないね。たくさん説明書作ってきたけど。そうだね、魔王の使いとかといい勝負かな。
魔王の使いも結構上の方だったよ ね、魔王の使いとか竜王もやっぱり一匹狼だったらっていう話をしたけど、でもね、それより1個ぐらい上だったのね。4っていう数字初めて言った気がする。確かに5位とかだった気がする、ね、超だったら眠ってる可能性も皆さんありますからね。あるあるある。超のギガデン持ちは全然ポテンシャルありますよ、皆さん。牧場をチェックしてみてください。そう、本当見てみてほしい。あるかもしれないです。僕らより長い歴やってると思うんで、皆さんも、はい、もちろん極みの皆さんのシャドウサタンのスペック、これも知りたいんで、はい、コメント欄お待ちしてます。お待ちしてます。このチャンネルでは毎週火曜日に仲間モンスターの動画を上げております。皆様からのいいねボタン、チャンネル登録、そしてコメントお待ちしてます。お待ちしてます。週末にはライブもやってますんで、ぜひ遊びに来てください。ぜひぜひお待ちしております。それでは今日はこの辺でレッツフォーキー。